日ドラゴンズの応援大使を務めるアイドルグループ SKE48 の全メンバー56人が今季のセリーグ順位予想を行った。琉球スポーツ、東京スポーツ新聞社中部支社の恒例企画で、ドラゴンズへの忖度は1、鉄なしというガチ予想は56人のメンバー中22人、39.8% が中日1位と予想。これは3連覇を狙うヤクルト、20、陣を上回ってトップとなった。以下1位予想は、阪神、6人、DeNA、6人。巨人、1人、広島、1人の順となっている。大のドラゴンズファンで2月には、自費で2度も、沖縄キャンプに行ったという日高優月は、弱いドラゴンズを島は、利にしようという選手会長、劉投手の言葉を信じて、より一層応援を届けます。と中日の1位を確信している。また、熊本県出身の井上瑠香は、同郷のヤクルト、村上を注目選手に挙げながらも、ドラゴンズを応援しています。と1位予想。青海ひなのは、同い年ということで勝手に思い入れもあるので根尾明選手に頑張ってほしいですと、投手転向2年目の根尾にエールを送っている。さらに4月から、ケーブルテレビ、スターキャットのドラゴンズ応援番組、ドラナビでアシスタントを務めることになった熊崎遥香は、西武、ロッテ、楽天と3球団で最多勝ちを獲得している。涌井投手が4球団目の中日で最多勝ちを獲得するのを楽しみにしていますと、ベテラン右腕へ期待を寄せた。SKE48 は56人のメンバー中21人が東海地方以外ので、未ということで、自分の地元の球団を応援するメンバーも多い。今年こそ25年ぶりの優勝が見たいですという、神奈川県出身の荒野姫楓と樹大、島亮は DeNA を1位予想。大阪出身で阪神1位と予想した西井美桜はタイガースのドラフト1位ルーキー森下翔太外野手の活躍に期待している。そして広島出身のカープ女子藤本桃花はただ一人だけカープ1位に今年は新井監督の1年目のシーズン。FA 権を行使せず残留してくださった西川選手。野間選手の打撃に注目しています。新井監督の方針でそう、カープの復活。たくさんの盗塁を期待しています。今年はもっと現地に生でカープを応援しに行きたいと思います。頑張れカープ、と熱いメッセージを送った。巨人との開幕3連戦は1勝2敗と負け越した中日だが開幕戦で145球の熱投を見せた小笠原や侍ジャパンで活躍した高橋宏といった若手エースの活躍も期待される。SKE メンバーの期待に見事応えて1、2年ぶりの V 奪回となるか注目だ。